もしもし、なんか。だけどちょっとだけ手を貸してほしいの。子供にとってみても、小さい頃から父親と関わることで安心してすごく情緒豊かになるんだって。ふん、じゃあお前は俺の仕事を代わりにやってくれるってのか。それは私にはできないけど。だったら不平等じゃないか。なんで俺にだけ手伝ってほしいとか言うのか意味がわからん。お前には家のことをやらせるために退職させたんだから、お前が家事と育児、全部やれよ。ひろのりは自分なりの正論を掲げて、私をいつも説き伏せる。ただ、ひろのりの仕事も忙しいと感じることはある。夜の帰りも遅く、休日なのに朝に家を出て、そのまま帰ってこない時もあるのだ。旦那はそんな状態であり、実の両親ともあまり会えない中、私のストレスは溜まる一方だった。そして、イライラがたまる大きな原因がもう一つある。私の3歳年上の実の姉である、美里のことだ。どうも、エリー、今度の土日、子供預かってよ。夜に、子供をやっと寝かしつけて、私もうとうとし始めた頃に、姉の美里からスマホへ電話がかかってくる。冗談やめてよ。先週もそうやって、急に頼んできたじゃない。私はお姉ちゃん専用の保育士さんじゃないんだよ。まあいいじゃんいいじゃん。あんたが小さい時、私が面倒見てやったんだから、その恩返ししなさいよ。いや、たまにならいいよ。でもこんな毎週じゃ、私の方もパンクするわ。休む暇もないよ。え？だって休むって専業主婦なんだから、自分で時間作れるでしょ？そんなんだと、ひろのりくんにまた、カツ入れられちゃうよ。うんじゃあま、土日、よろしくね。ちょっと、お姉ちゃん。美里は、自分の言いたいことだけ言うと、こちらの返事を満足に聞かず、
電話を切った。ふざけんじゃないわよ、いつも強制的なんだから。姉の美里はこうやっていつも3歳の甥である蓮の世話をご利用しする。美里は1年前に旦那とレスになったのが原因でシングルマザーになった。その時蓮の親権を獲得して私たちの両親から援助を受けて生活している。仕事をしている風でもないし、何してるんだろう。私は少し不思議に思っていたが、週末はマリとレンの世話に暴殺されて、いつしか深く考えないようになっていた。そしてレンを預かる前日の金曜日の、
ケイシの S 病院の救急センターに来ているの。今すぐ来てくれない？え？いや、実はお得意さんにせかされて、今はもう接待ゴルフに来て、ラウンドに出ちゃってんだよな。車に着替えとゴルフバッグを前もって準備しててよかったよ。何を笑ってるの？とにかく今すぐ来てよ。ほんと、今お母さんが。母がかなり危険な状態だと言い終える前に、ひろのりの後ろから女性の声が聞こえた。ひろのりくん、電話まだ終わらないの？私先に行っちゃうよ。は？誰？あ、はい、今すぐ参ります。じゃあお得意様が呼んでるから電話切るぞ。俺はそんなにお母さんとは会ったことないし、まずはお前だけでいいだろ。このゴルフ旅行が終わったらお見舞いに参りますって言っておけ。ちょっとひろのり、そんな悠長な状態じゃないのよ。ひろのりは女性に呼ばれると慌てて電話を切った。その後何度電話しても一向に出る気配はない。私は絶望するというよりも、もはや呆れて病院の天井を眺めていた。子供たちは父があやしてくれている。父もじっと母の様子を気にしているより、子供たちと接していた方が気が紛れるのだろう。しかし、なんかあの声聞いたことあるな。私は呆然と天井を眺めながら違和感を一つ一つ確認していた。いくらお得意様で女性社長だったとしても、仕事相手をひろのりくんなんて下の名前で呼ぶ？しかもくん付け？その瞬間、ある人物が最近ひろのりをくん付けで呼んでいたことがフラッシュバックした。そんなんだとひろのりくんにまた喝入れられちゃうよ。今日この病院に来る前、老いの蓮を置いていく間際に美里が言い放っていったあの一言、まさかね。もしひろのりと美里が通じているとしたら、この週末私が一人でいることを知っているのも合点がいく。そういえば美里のやつ SNS やってたっけな。ふと思い出し、何か痕跡がないか探すため美里の SNS を開く。今日は大好きな人とゴルフ旅行でイーグル取りました。美里の SNS にはゴルフ旅行に行き、とてもいいスコアが出たことを自慢する投稿がされていた。そこには頭お花畑女子そのままの能天気な画像がアップされていた。その日美里は有頂天になっていたのだろう。ゴルフ旅行ね、ひろのりもゴルフ旅行って言ってたよね。続けて美里の SNS には豪華なホテルディナーなどの写真が複数アップされている。中にはホテルに一緒に泊まった相手が撮影したであろうベッドルームからの夜景をバックにした画像もあった。人に子供預けて何自分だけ楽しんでんのよ。そして私はその中の一枚に目が止まった。その夜景の片隅に鏡があり、はっきりとスーツの男性が映り込んでいた。スーツはあの日ひろのりが着ていったものと同じもの。私は恐る恐るその画像をズームして撮影者の顔を拡大すると、自分の予想が的中したことに驚いた。やはりひろのりだったのだ。やっぱりね、この二人不倫してたんだわ。許せない。証拠保全のためスクリーンショットでその画像を記録すると、悔しさのあまり年がいもなく地団駄を踏んだ。あのゴミ虫ども、散々私を使い回しておいて絶対に許さない。私はひろのりと美里に対しての憎悪が火山が噴火するごとく湧き立つのを感じていた。その時けたたましい機械音が廊下に鳴り響き、私は我に返った。お母さん。その機械音は母の心拍を測る機械から発せられていた。慌てて母のいる集中治療室へ向かうと、ちょうど医師と看護師が入るところだった。ご家族はそちらの待合室でお待ちください。駆け寄る私を見て看護師は静かに接し、待合室の椅子へ促す。お母さんがこんな状態なのに、美里とひろのりは
なんてことしてんのよ。母の容態への不安と、美里と浩徳への憎悪や落胆がごちゃ混ぜになり、私の心はもうぐちゃぐちゃだった。機械音は一度鳴り止んだが、2時間後、再び心拍の異常を知らせる機械音が鳴る。医師と看護師がいろいろと処置したが、今度はピーッと一定の音しか鳴らなくなった。誠に残念ながら、ご臨終です。医師からそう告げられると、父は膝から崩れ落ちていった。母は交通事故に遭った翌日の朝方、帰らぬ人となった。お母さん、お母さん。私は集中治療室の窓にしがみつき、包帯でぐるぐる巻きになった母に呼びかけるしかできない。母を迎えに葬儀屋が来る間、父は、こんな時に何やってる、母さんが亡くなった、すぐに連絡をよこせと美里へメッセージを送ると、力なく天井を仰ぎすすり泣いた。私もその父の姿を見て涙が止まらなかったが、子供たちが起きたらすぐに面倒を見なきゃと気を引き締めた。そして母の葬式の準備は当然父だけでは間に合わないので、私も動き回る。祭壇やお線香をつけに来る人たちを迎え入れるために掃除や片付けをしたり、田舎なので来客用の鬼しめや漬物を用意しなければならない。来客があれば対応して祭壇まで誘導しお茶を入れる。父が来客に対応している間は、私が葬儀屋の人とやり取りをした。では火葬場の方もちょうど空いておりますし、お母様のご遺体は交通事故で損傷が激しいので、翌々日に葬儀をして火葬されるということでお願いします。わかりました。冷静な葬儀屋さんの言葉が私の胸に刺さる。包帯でぐるぐる巻きだったので、そこまで母の状態が悪いとは思わなかった。夢中で静まり返っている家の中に、無邪気な子供の笑い声が響く。子供たちが心配だったが、幸いなことに近所のおばさまたちが面倒を見てくれた。エリちゃん、マリちゃんのお守りは任せて。お母さんを送ってあげて。その近所のおばさんの中に、去年市営の保育
完膚なきまでに叩きのめしてやる。この電話から数時間後、ひろのりとみさとは、こともあろうか、二人で一緒に帰ってきたのだった。しかも、この喪に服すべき葬儀場に、ふさわしくない、ライトグレーのスーツと、派手な赤のニットワンピースといういでたちである。いやおうにも、周囲の人間は、この二人の関係を疑わずにはいられない。あら、お二人さん仲良くご登場でよろしいこと。ご一緒にお帰りですか？私が皮肉混じりでそう言うと、ひろのりは反論してきた。何を言っている？お姉さんとは今そこで偶然会って、車で拾ってきたんだ。なるほどね。ここは駅から遠いし、バスも通ってないのに、美里がそこら辺を歩いていたっていうのね。タクシーを使えば、直接ここにも来れるのに、途中で降りたっていうの？不自然ね。何を言ってるんだ？こっちは仕事を終えて、慌てて帰ってきたんだ。その態度は何だ？ここに来てまだ私に威圧的な態度を取り、従えようとするひろのりに、イラついてきた。仕事？仕事仕事仕事！何が仕事よ！妻の姉と浮気しておいて、どんだけ面の皮が厚いのよ！私の怒りの感情は、とうとう限界に達し、大きな声を出した。今度はそれを聞いていた姉が、私をなだめようとして近づいてくる。ちょっと、さすがに妹の旦那に手を出したりしないわよ。エリはお母さんが亡くなって疲れているのよ。ちょっと休み。姉がすべて言い終わる前に、私は、この二人の浮気の証拠を出した。どこまで私を舐めてるの？ここに向かう車の中でも、入念に打ち合わせしてきた。ミサト、あんたの SNS に、うちの旦那の姿が映り込んでんのよ。これでもしらを切るつもりなの。そう言って私は、スマホに記録しておいた、ホテルの鏡に映った、ひろのりの顔画像を、二人に見せた。まずだ！ひろのりくん、ちゃんと切り取ってよ。ほんと、こいつらバカだ。あまりの意外な証拠に、あっけなくボロが出た。それにあんたたちの関係、もう一年以上前から続いてるみたいね。しっかりと、その頃の画像にも、ひろのりのスケベな顔が映り込んでんのよ。こうなったら、私は止まらない。とことんこいつらを追い詰めてやる。美里が元旦那とレスになった時期と重なるわ。そしてひろのり、あんたは私が妊娠した頃から、急に仕事が忙しくなったわよね。ということは、つまりその頃から。やめてくれ！それ以上言わないでくれ！そうよ。そんなこと、こんな大勢の前で言うことないでしょ？私の他に。
なのだろう。私はいつも孤独に育児してきたというのに。そしてミサト、ハンターを、私はもうお姉ちゃんとは呼ばないわ。そしてしっかりと、あんたからも慰謝料いただきます。それは勘弁して、私はまだ小さい子がいて、援助も打ち切られるのよ。だから、それは私に関係ある。私もこれから一人で娘を育てなきゃいけないの。専業主婦だったから、社会復帰するのにも、それなりに時間がいるわ。あなたの不貞行為と、今まで私をベビーシッター扱いしてきた代償は、きっちりもらえます。それがあなたの償いなのよ。そうだ。母は強しなのだ。そして今回最も許せないのは、お母さんが交通事故の犠牲になったっていうのに、自分たちの欲を満たすことを優先したってことよ。ここで容赦なんかしない。私の大事なお母さんをないがしろにしたこの二人には、これからは償いの人生を歩んでもらう。何よ、まだ私を貶める気。もうやめてよ。エリ、俺はお前を愛してる。だからやり直そう。そんな二人の言葉は耳にも入らず、私は言い放つ。何が起こるかはこれからのお楽しみ。あとは二人仲良くお帰りくださいね。そう私に言われると、美里と博則は周囲の人々の視線が痛そうに会場を後にした。母の初七日が過ぎ、実家が落ち着きを取り戻した頃、私は美里の元旦那に連絡を取った。その理由は、甥っ子である蓮の親権を美里の元旦那に取り戻させるためだ。博則と美里がその後どうなったのかは興味はないが、蓮については心配だった。絶対に博則と美里が再婚しても蓮を幸せにできない。育児放棄されるだけよ。そのために美里の元旦那に面倒を見てもらうのが一番だと判断したのだ。美里の元旦那は美里の離婚前からの浮気を知って怒り狂い、慰謝料も請求するとのこと。援助もなく、私と元旦那からダブルで慰謝料を請求された美里の地獄はこれから始まる。そして私の元夫である博則にも美里の元旦那から慰謝料請求がされることになった。私からは慰謝料と養育費、財産分与を請求するので、博則の支払いはかなりの額になる。また、博則の会社へは不自然な残業や休日出勤の問い合わせを行い、その流れで不貞による離婚を報告した。会社が正面切って博則に不貞や離婚について問い詰めることはないだろう。しかし、組織というのは、本人が気づかないうちに情報が回るものだ。博則は自信家のようにして、内面は小心者である。だから周りのおかしな空気を感じ取り、会社に違和感を感じながらこれから働くことになるだろう。私の方はというと、今は実家に身を寄せ父と一緒に住んでいる。父はよく娘のマリの面倒を見てくれており、そのおかげか私が頭を悩ませたイヤイヤも落ち着いてきた。そして今回母の葬儀でマリの世話をしてくれた元保育士の安子さんの勧めで、今保育士の資格を取ろうと勉強中だ。安子さんもたまにうちへお茶を飲みに来がてら私の相談相手になってくれている。エリちゃんだったら大丈夫、優しいからコツさえつかめばちょちょいのちょいよ。安子さん、あまりおだてないでよ。安子さんはマリをあやしながら私に冗談交じりでエールを。としてしっかりと形にしていきたいと思う。